よもぎ大福1個 121.4 カロリー、タンパク質 1.88、 脂質 0.09。 めっちゃちっちゃいです。今日の帰宅飯、焼きおにぎり2個、鮭 30g、 ヨーグルト、キムチ 50g、 さつまいもが 80g ぐらいかな。であとリンゴとブロッコリー。これ食べてジム練習頑張ります。いただきます。はい、今日の帰宅飯、ラスト飯、また前回に続いてのきしめん半分です。動画的にあんまり見た目は良くないですが、わかめと人参、玉ねぎ、あと何だっけな、あと鶏肉を 80g。 めんどいっていうか、やっぱりもうこの時期はめっちゃ疲れてるんで、もう全部一気にまとめて入れて、できしめん半分を長く煮込めば伸びて、で結構ね食べ応えもあるんで、今回結構きしめんハマってますね。カロリーもめっちゃ低いんで、これ今日が試合と計量の6日前ですかね。ちょうど試合の1週間前で、計量6日前。こっからもう昨日でスパーリングも終わったんで、カロリーをどんどんまあ抑えていく感じですね。そして体重も調整していきます。頑張ります。ご視聴ありがとうございました。